タイムゾーンデータベースとは IANA が管理している世界各地域の標準時や常用時の時間帯情報を収録したデータベースである。主にコンピュータプログラムやオペレーティングシステムでの利用を意図している。TZ、TZDB、とステータゾーニンフォデータベースなどとも呼ばれる。もともとはアーサー・デイビッド・オルソンが開始したプロジェクトであり、 1980年代より複数のボランティアにより更新され続けていた。そのことにちなみオールソンデータベースとも呼ばれる。2011年10月14日より ICANN の IANA が管理することとなった。ポール・エッガートとティム・パレンチが現在のタイムゾーンデータベースの編集者権管理者である。最も目につく特徴は ポール・エッガートにより設計されたタイムゾーンの統一的命名規則である。例えばアメリカ、ニューヨークやヨーロッパ、パリというような表記法である。データベースは歴史的なタイムゾーン並びに1970年のユニックスエポックタイムからのすべての常用時の変更を記録する容器とされている。また、夏時間のような標準時の変化を示す繊維情報も 含まれ、ウルービオでさえも記録されている。TZ データベースには1970年からの地方時が全く同一の地域となるよう分割して登録されている。この地図は TZ データベースバージョン 2009R から取得したデータであるが、南極を除くすべての地域の標準自体が掲載されている。プロジェクトの期限は少なくとも1986年にまで。 遡る。データベース構築のためタイムゾーンや夏時間の履歴を調査するのに、現在も使用している重要な情報源は、トーマス・ g シャンクスにより、ACS パブリケーションズから1978年、移行数番刊行されているアトラス、ザ・アメリカンアトラス並びにシャンクスとリック・ポッテンジャーによる、ザ・インターナショナルアトラスである。いくつかの参照用ソースコードも含め、 プロジェクトのデータベースはパブリックドメインに置かれている。おおむね年に数回変更が必要となる場合にデータベースの審判が公開される。2011年9月30日、本データベースの著作権侵害をめぐってアストロレーブダオルソン及びエッガードの2名を提訴した。その結果、2011年10月6日、TZ データベースの維持管理並びに反復の停止が オルソンより発表された。同時にメーリングリストの閉鎖も発表され、最新のアーカイブが配置されていた NIH 内の FTP サイトの運営は停止した。オルソンのメールによると、今回の閉鎖は TZ データベースに関連する民事訴訟が同年9月30日に提起され訴訟継続にあるためと述べている。一方アメリカ合衆国マサチューセッツ地区。 連邦地方裁判所に提出された申し立て訴状によると原告は ACS アトラスのデータを実写ソフトウェアに利用する企業アストロレーブであり TZ データベースがアストロレーブが持つ著作権を侵害したと主張している訴状によると本件は先に述べた通り TZ データベースが参考として使用している二つのアトラスザアメリカン アトラスとザインターナショナルアトラスを TZ データベースメンテナーが著作物として利用したか否かという点が主な争点となる。とりわけ TZ メールイングリストアーカイブ並びに当該データベースと共に維持管理されているいくつかの補助的な連結収集物にアトラスのデータが無断転載されたと原告は主張している。しかし当該データベース自体は 実際には、申し立ての対象としてはなっていない。この申し立てでは、タイムゾーンデータの経年変化を記録する、編集物のみが関係しており、現行の TZ データベースの、全世界のタイムゾーンを記録したテーブルは、対象となっていない。TZ データベースは、構成ファイルのコメントテキストを見ればわかる通り、タイムゾーンデータの利用の程度を検証できる、よう、 当該アトラスを含む情報源を明らかに参照している。このアトラスは TZ データベースの構築に都合の良い情報源の一つである。そして当該データベースにアトラスから複製された事実に基づくデータが多く含まれている。著作権は通常事実に付随するものではないが創作的表現に対しては発生し得るものであり当該データベースは 当該アトラスの断片を引用したのではなく、主としてタイムゾーンデータを独自の形式で複製したのであり、一目見て訴訟申し立ての根拠は薄弱であると批判されている。加えてタイムゾーンデータベース全体としても著作性はない。その理由は、たとえタイムゾーンデータをアトラスにまとめ上げるのに著しい作業量を伴うとしても、 アトラスに掲載された情報は完全な事実の収集であり、それ故創作性はないからである、と、米国著作権法のあり方から見て、通常を結論付けられる。2012年2月22日にアストロレイブは、タイムゾーンデータが、歴史的事実であることを認め、訴訟を取り下げた。TZ データベースのコードとデータベース本体は、ボランティア集団により管理されていた。 アーサー・デイビッド・オルソンはコードへ、ポール・エッガートはデータベースに、それぞれ最も多くの変更を加えた人物である。提案された変更点は、tz メーリングリストに送付される。このメーリングリストは、ユースネットニュースグループのコンプ、タイム、tz にゲートウェイを提供している。ソースコードは、f t p サーバの lc.nci.nih.gov を、 経由して布される一般に、これらのファイルは、デビアンのようなソフトウェアディストリビューターに採用され、事前コンパイルを行い、ソースコードとバイナリーパッケージが、ディストリビューションの一部として収録される。エンドユーザーはいくらか遅延を伴うものの、これらソフトウェアディストリビューションのアップデート手続きを頼りにするか。 直接 ftp://lc.nci.nih.gov/.pub/. からソースコードを入手してバイナリファイルを自分でビルドをするかどちらかの手段を取ることができる。その当時の管理から類似の方針をもとに IANA による管理へと移行する計画が IETF により策定された。 これは HTTP ベースの通信プロトコルを利用する仕組みを持つとされる。訴訟提起に基づき、オリジナルのハンプ用 FTP サーバとメーリングリストは閉鎖された。2011年10月7日、ICANN の有志により、メーリングリストのアーカイブが複製され、一時的に仮メーリングリストが開設された。このメーリングリストは引き続き、 タイムゾーンのメンテナンスのために利用される。2011年10月14日、IETF から要請を受け、正式に ICANN が管理を引き継ぐと発表した。IETF 議長、ラス・ハウズリーは、商用システムを含む様々なソフトウェアで TZ データベースが使用されている以上、管理が滞ることで起こり得る影響は計り知れないと述べている。 2011年10月14日、本データベースの管理は ICANN の IANA へと引き継がれた。IANA はウェブページにて著作権侵害の申し立てを受けているデータも含む完全なデータベースのコピーをオンライン上で公開しており、データベースの管理に関する原稿並びに今後の計画も同時に発表した。BCP-175 により、 タイムゾーンデータベースの管理の方法が規定されている。タイムゾーンコンパイラ等のツールと生テキストのデータベース本体双方が IANA 管理下の FTP サーバーで反布されている。タイムゾーンの設定タイムゾーンデータベースはテキストファイルとして公開される。そのファイルは人が過読な形式であり、ルールとタイムゾーンのセニ情報が一覧化されている。 利用にあたっては、プラットフォーム独立なバイナリファイルにコンパイルされる。バイナリファイルは、タイムゾーンごとに一つずつ生成される。参照要素ースコードには、ジークと呼ばれるコンパイラが付属しており、同時に、関数、ローカルタイムといった標準的な API を利用して、コンパイル済みデータを読み込んだり、利用することができるコードも付属している。 これらタイムゾーンの標準的な API は、標準 C ライブラリーをはじめとして、多くのライブラリーに採用されている。とりわけ標準 C ライブラリーは、タイムゾーンデータベースの標準時データを、テキスト性データから、タイムゾーンコンパイラでコンパイルしてからデータをロードする。GNUC ライブラリーと、その派生物では、タイムゾーンデータベースのジークを改変したものを、収録している。 ユニックス系システムでは、オペレーティングシステム、インストール時もしくは、適宜ユーザの指示により、システム時刻の標準時を指定できる。おおネアトく、またはシステムが設置されている地域の標準時など、その他任意の標準時を指定できる。設定の後システムは前述の通りタイムゾーン、テキストをコンパイルする。 よってこの場合タイムゾーンデータベースのアップグレードを行うたびにコンパイルし直す必要があるが、おおむね現代的なパッケージ管理システムは、標準 C ライブラリーもしくはタイムゾーンデータベースを含むパッケージのアップグレード時に自動的に生テキストデータを再コンパイルする。組み込み Linux などのメモリの少ない環境では、コンパイル処理に時間がかかるため、 コンパイル済みのパッケージを利用する場合もある。デビアン6.0などではこの方法を採用している。タイムゾーンデータベースにおいてタイムゾーンとは1970年以来ずっと地域内のすべての時計が合っているような国における地域のことである。この定義は一貫した地方時を持つ地理的地域とまず最初に関係がある。これは グリニッチ守護線からの一貫した差分と関係がある他の定義とは異なる。それゆえ、タイムゾーンデータベースにより定義された各タイムゾーンは、場合によっては、後くからの時間の差分を複数持つ。典型的には、標準時と夏時間双方が、同一のタイムゾーンに含まれる。タイムゾーンは、人間が理解しやすいようにするため、例えばアメリカ。 ニューヨークといったような地域、地名形式の固有の名称を持っている。また、その選択は、英語名もしくはそれと、等価な名前を利用するようになっており、名称の句等点や、共通の設備時は省かれる。アンダースコアは、スペースの代わりに利用される。地名部分における配分はそのまま用いられる。地域、地域とは、大陸名、太陽名。 もしくはエトセトラという特殊な名前のいずれかを指す。大陸名と太陽名一式には現在、次が含まれる。アフリカ、アメリカ、南極、北極、アジア、大西洋、オーストラリア、ヨーロッパ、インド、太平洋。エトセトラという特殊な地域は、いくつかの管理される、タイムゾーン、とりわけアトクを表すエトセトラ、アトクのために使用される。 ポジックス形式、スースに従うため、エトセトラ、GMT をはじめとする、これらのタイムゾーン名は、多くの人の予想とは、正反対となる符号を持つ。この形式では、タイムゾーン名の符号に関して、GMT から見て、西側のタイムゾーンは、正の符号、東側は、負の符号を持つ。例えば、タイムゾーンデータベースのタイムゾーン名エトセトラ、 GMT-14 は、GMT から14時間進んでいる。還元すれば、アトクから14時間分東のタイムゾーンに位置する。すなわち、アトクプラス14と同じタイムゾーンを指している。地名、地名とは、該当地方内の特定の地名を指し、大抵都市や小規模な当初にあたる。このスキームにおいては、国名は使用されない。主な理由として、 政治的な変更や国境変更は頻繁にあるため国名を利用するスキームではデータの更新作業が煩雑になることが挙げられる。大都市の名前はより永続的な傾向がある。しかしながらデータベースの管理者は ISO3166 から 1α-2 国名コードのそれぞれにおいて少なくとも一つのタイムゾーンを含むようにしており、 そして、データベースへのユーザーインターフェースの多くはこのことを利用している。加えて、将来タイムゾーンが変更された際に地域が異なるタイムゾーンに分断されないように地名の選択は地理的にコンパクトになるよう望まれている。通常、地名には全体のタイムゾーンを代表するある地方の人口の最も大きい都市が選択される。しかしながら、 幅広く知られている名前やより曖昧ではない名前を持つ、その他の都市が存在する場合、そちらが選択される可能性がある。都市名が変更されたという場合においては、旧名と新規の名称双方が同じデータベースエントリーを指し示すようにするため、将来のバージョンにおいて別名を作成するという慣習がある。時には、地名がそれ自身、 複合的な名称で表現される場合がある。アメリカ、インディアナ、インディアナポリスというタイムゾーンが、そのような例である。このような三段階形式の名称は現在、アメリカ、アージェンティーナ、アメリカ、ケンタッキー、アメリカ、インディアナ、そしてアメリカ、ノースダコタ、以下のゾーンにのみ存在する。選択された地名は完全なその地域の代表となる。 そのため、すべての都市名がその名にちなんで命名されるタイムゾーンを持つとは限らない。例えば、アメリカ、ボストンというタイムゾーンは存在しない。さらに、現時点で所属するタイムゾーンが同一であるが互いに異なる都市は、歴史的な意味で別名が付けられている場合や、または同じタイムゾーンに属するが異なる別々の都市が、 歴史的な意味で異なる国に分断された場合により、たとえ現時点ではタイムゾーンが一致しているにもかかわらず、将来異なるタイムゾーン名を持つ可能性もある。2010年5月1日、アーサー・デイビッド・オルソンは地名の文字数の限度を14に定めることを述べている。その理由は例えば、バイア・デバンデラスのような地名から、レを削り、識別子を、バイア。 バンデラスのみに限定することを正当化するためである。表記例大抵は、標準時と夏時間の繊維のことを指すが、後クからの複数の時間差分を持つ、各タイムゾーン向けに、タイムゾーンデータベースは、時刻の繊維を正確に記録している。このフォーマットは、繊維の日時の変化も適宜調節できる。 ゾーン1970タブゾーン1970タブはライセンスがパブリックドメインのタイムゾーンデータベースのファイルの一つである。かつてはゾーンタブが使われていたが、現在はゾーン1970タブの方を使うことが推奨されており、過去との互換性のためにゾーンタブが残されている。ゾーン1970タブにはタイムゾーンが一覧で記述されている。 2014年7月19日までのゾーンタブには、列、行が表す区分は、ファイル内のコメントに次のように記述されていた。This, File Contains, a table with the following columns.1 ISO、ISO3166 に、Character Country Code, see the file ISO3166 タブ。2、Latitude and Longitude of the Zones、Principal Location。 in ISO 6709 sign degrees, minutes, seconds format.either DDMM, DDDMM or DDMMSS, DDDMMSS.first latitude, then longitude.3.zone name used in value of TZ environment, variable.4.comments, present if, and only if the country has multiple rows. コラムすわれ s e レ a r a t e d b a シングルタブ .The table is sorted first by country then 全 n order within the country that makes some geographical sense and puts the most populous zones first where that does not contradict. 参考訳、当たりファイルは次の確列要素からなる表で構成される。 1.ISO31662 文字による、国名コード。詳しくは、ファイル ISO3166、タブを見よ。2. タイムゾーンの主要都市の緯度、経度、ISO6709 の、不合度分秒フォーマットで表記。フォーマットは DDMMDDDMM DD、MM、または DDMMSS、DDDMMSS のいずれかを選択。 はじめに北回りを正の符号に取る緯度、続いて東回りを正の符号に取る経度を記載。3. 環境変数 tz の値に含まれるタイムゾーン名を記述。4. コメント該当する国の記述が複数の行にわたる場合に限り記載。各列要素は単一のタブで区切られる。表の各保のデータは国名によってまずく分けられ、続いて 次の順序に従い各国のデータを並べ替える。いくつかの地理的な意義による、かつ、最大の人口を持つゾーンを先頭に配置する。ただしと矛盾しないようにすること。1970年以後において、二つの国に及ぶ、地域を含むタイムゾーンが二つ存在する。トステータは、ISO3166 から1の規格通りの国並びに、 国名コードの定義に従っている。1970年より以前のデータに関しては地域のタイムゾーンを同定する都市名を修正するよう注意を払っている。しかし必ずしも地域全体でそのような修正が必要とは限らない。なぜなら1970年時点からの標準時を区別する場合にのみ新しい地域が作成されるからである。例えば、 1963年10月23日から1963年12月9日まで、ブラジル、ミナスジェライス州、エスピリット・サント州、リオデジャネイロ州、サンパウロ州は夏時間制度を採用していた。しかし、1970年からの標準時は、この地域全体では同一であったため、タイムゾーンアメリカ、ソーンパウロを分割する要求は却下された。 ドイツ時間の例では、トライゾーン内で、ベルリンと異なる夏時間を採用していた1945年に、関しては、タイムゾーンヨーロッパ、ベルリンは、正しい時刻を示していないとされる。かつて誤った、タイムゾーンが含まれていたケースがあった。とりわけ、日本標準時における誤りについては、記事日本標準時サウス、琉球アイランズ時間、等を参照されたい。 これは前述したザインターナショナルアトラスの第3版に誤った記述が含まれていたため起こった。経緯度に基づく地理的な境界線の情報はタイムゾーンデータベースの一部ではない。しかしながら境界線に関する情報は存在し、エリック・ミュラーがタイムゾーンデータベースに収録されているタイムゾーンに関する境界線をベクター図形のイメージに表現したものを 一般に公開している。このベクター図形を利用すると地球上の経緯度上の各地点に位置づけられるタイムゾーンデータベース上のタイムゾーンを決定できる。CLDR は UN、ロコド地域道程に利用している。この実装はすべての識別子が国家を参照しておりタイムゾーンデータベースの開発元が避けたいと思っている事項も含まれている。 タイムゾーンデータベースは多くのコンピュータシステム上でタイムゾーン処理とタイムゾーン変換のために利用されている。以下のような例が挙げられる。その他、オールソンチメゾネ ID というものがユニコードコンソーシアムの CLDR 並びに ICU で利用されている。例えば、CLDRWindows、チドテーブルは マイクロソフト Windows タイムゾーン自ら標準的、オールソン名へのマッピングを行う。Linux ディストリビューションをはじめとする多くのユニックス、K システムにおいて、タイムゾーンデータが格納されている、標準的なディレクトリパスは、有する、シェア、ゾーンインフォ、である。ファイルの形式識別用コマンドであるファイルは、次の実行例のように、バイナリ形式のタイムゾーンファイル内部からデータを、 読み出し、人間が理解しやすい、テキスト形式で表示する機能をサポートしている。ドルファイル、ユースル、シェア、ゾーニンフォ、ジャパン。ユースル、シェア、ゾーニンフォ、ジャパン、シンボリックリンクツーアジア、東京。ドルファイル、ユースル、シェア、ゾーニンフォ、アジア、東京。ユースル、シェア、ゾーニンフォ、アジア、東京、チメゾネデータ、バージョン2。 4GMT タイムフラッグス、4STD タイムフラッグス、No Deep Seconds、Q Transition Times、4 Abbreviation c h a r g UNIX 系システムにおいて、環境変数 TZ にタイムゾーンデータベースのタイムゾーンを指定し、デートコマンドの出力結果が変化する様子を示す。シェルのロケールは日本に指定されているものとする。また OS のインストール時に指定した。 タイムゾーンは、日本に標準時であるものとする。タイムゾーン設定は、GNUC ライブラリーでは、エトセトラ、ローカルタイムファイルに保存され、コンパイル済みタイムゾーンデータは、有する、シェア、増ーニフォディレクトリ以下に保存されることが多いとされる。デートコマンドは引数に何も指定しないで実行した、場合、デフォルトでは、システム時刻と、エトセトラ、 ローカルタイムのシステムタイムゾーン設定を検知資料者を表示する。ドルデート。2011年1月1日土曜日12時、JST。日本標準時を明示的に指定する場合は以下となる。ドル TZ イコールアジア、東京デート。2011年1月1日土曜日12時、JST。ドル TZ イコールジャパンデート。 2011年1月1日土曜日12時 JST。フランスは中央ヨーロッパ時間を採用している。TZ に指定した場合の結果は以下となる。ドル TZ イコールヨーロッパパリデート。2011年1月1日土曜日4時セット。フランスでは4月は夏時間試行期間であるため3ヶ月後はドル TZ イコールヨーロッパ。 パリデート D3 マンツ。2011年4月1日金曜日5時シスト。ポジックス形式では、グリニッジ守護線の西回りを、正の符号で表記する。符号に注意せよ。ドルティーゼットイコールエトセトラ、GMT-9 デート。2011年1月1日土曜日12時 GMT-9。ドルティーゼットイコールエトセトラ、GMT プラス9デート。 2010年12月31日金曜日18時 GMT プラス9。TZ に無効な文字列を指定した場合、すべて協定世界時であるとみなされる。ドル TZ イコールフーデート。2011年1月1日土曜日3時、フー。よくある間違いは TZ に JST と指定してしまうことである。これだと TZ にアトクを指定した場合と、 同じになってしまう。ポジックスの TZ 環境変数の表記に合わせるならば、JST-9 と指定しなければならない。TZ データベースの作者は、TZ データベースが利用できる環境ならば、このようなポジックス表記を利用せずとも、最初に挙げたアジア、東京のような、大衆、地域表記を利用した方が誤りを軽減できると、述べている。 ドル TZ イコール JST デート。2011年1月1日土曜日3時 JST。ドル TZ イコール JST-9 デート。2011年1月1日土曜日12時 JST。ありがとうございます。